時に小学3年生。学校が終わると、真っ先に家に帰りランドセルを放り、Uターンで家から飛び出しては、ほどない距離にある児童公園へと遊びに行っていた。そこには同じように集う友達が行く名、公園は子供なりの社交場として機能し、来る日も来る日も友達同士そこで夕方まで遊ぶ生活を送っていた。そして話は変わって、この公園には時々現れる名物の少年がいる。年は同い年、容姿も至って平素であるが、三つの非凡な点が挙げられた。一つは彼には悲しいほど友達がいないこと。もう一つは家が裕福であること。もう一つは彼は公園に来る前に、あらかじめ駄菓子屋でお菓子を買い漁り、そのお菓子を公園内の同い年くらいの子供たちに配って回っていた。そしてお菓子を配り終えると、あげた子供たちの元に遊びの輪へと赴き。僕も仲間に入れてよ。という、そういった悲しい習慣を持った少年だった。しかし、小学校低学年の子供たちの話である。お菓子を配った彼からしてみたら残酷な話ではあるが、義理が必ずしも通るとは限らず、遊びの輪に入れてもらうよう懇願しても、なかなかの高確率で拒否を受けていた。ただ、思い返すに、拒否した子たちの心理は決して理にかなわぬことではなかった気がする。お菓子は案外と、でも遊び相手としてはつまんねえからごめんだねえ。と、言った安易な阻害ではなかったと思う。むしろ、お菓子を配った直後に、僕も仲間に入れてっていう行動が、あまりにも、なんというか重すぎる。遊ぶにしても心が砕けないよ。に近い心理だったはずだ。非常に気持ちはわかるが、大人の理屈で言えばお菓子をもらった以上、気立ての餌も見せてやれとも言えるし、重圧を感じるのなら初めからお菓子をもらわなければいい話だ。しかし、小学2、3年の鼻から汁を垂らすガキどもは、目先のお菓子を食べ、目先の重苦しい少年を払いのける。そういった当座しか考えない選択を重ねていったわけだ。当時の自分は当時から根が臆病な気があったので、お菓子は押し付けられても拒否していた。俺の親が、他人から物をもらうことに関しては厳しいしつけを展開していたのも関係している。しかしそんな俺も所詮ガキはガキ。ある日、お菓子を感受してしまうのだった。そして、なぜその時に限ってもらってしまったのか。その理由は今となっては思い出せない。しかし何にせよその時俺はお菓子をもらった。その事実だけは確かだった。そのただ一度だけもらった日、そしてもらってからの展開は今も記憶に鮮明に焼き付いている。彼はいつものようにお菓子を配り終えたところで、懲りることもなく、目につく同年齢の子供たちに話しかけて回った。その日は彼からしたら、不作だったのだろう。ことごとく拒否を受け、彼は顎を軽く持ち上げ途方に暮れた顔をしていた。そんな彼の姿を、かわいそうになぁとお菓子を食らいながら眺めていた、その時。彼がパッとこっちを見た。目が合う。彼はそのまま体の向きも視線に合わせ、そしてまっすぐに俺の元へと駆け寄ってきた。ねえ、遊ばない？え？あ。なんかして遊ぼうよ。何する？困った。彼の悪癖ではあるが、遊びの企画や内容は完全に相手に任せてしまう。ましてや、初対面に近い立場で1対1である。この状況において楽しめる遊びなどろくにあったもんじゃない。彼と遊ぶこと自体は引き受けてもよかったのだが、ただ企画がどうしても思い浮かばなかった。俺が悩みあぐねいているのを尻目に、彼は指示を享受する気満々な顔で俺を覗き込む。その時の、小学3年なりの稚拙な脳を持った俺は思わずこう彼に言った。ごめん、今は無理。もちろん、実際は全然無理じゃない。暇ならあるが、ただその場をしのぎたかっただけに発した言葉だった。そして彼からは当然の返答。忙しいの？うん、忙しい。当然、彼は食らいついてくる。じゃあ、明日なら大丈夫？明日もダメ。じゃあ明後日は？ごめん、ダメ。いつなら大丈夫なの？そして俺はなんとも飛び抜けた返答をした。4年後なら大丈夫。なぜ4年という数字を打ち出したのかは今もわからない。ただ当時8歳の子供にとっての4年後とは、果てしなく遠い未来であり、霞みかかって到底予見の及ばない話だった。彼をそんな夢中の奥へと振り払いたい一心だけは容易に考えに及ぶ。して、次に驚くべきだったのは、この苦しい返答に、さらに彼が返した返答だった。
うん、わかったよ。承諾したのだ。まさかとは思いどぎまぎしつつ、俺は。じゃあ、これからはしばらく忙しいから家に帰るね。と言ってその場を退いた。ここで帰らなくては彼への発言の辻褄が合わなくなり、そのためだけにその日は家に帰って、夕方の子供番組の時間まで暇を持て余していた。それからというもの公園で彼を見かけたら、4年後まで忙しいと言ってしまった手前、そそくさと別の公園へと場を移して逃げ回ったのだが、そんなくだらない気遣いも、1回か2回しかしなかったと思う。から約束をして間もないある日を境に、彼はその公園にはパタリと現れなくなった。やはり子供とはポジティブでいて、そして残酷だ。当時の俺もそれに叱る。4年に到底及ばぬ1ヶ月間を経てば、彼との約束などすっかり忘れてしまい、変わらぬ公園で、変わらぬ友達と、そしてまた変わらぬ時間を過ごしていた。時は流れ。で、時に中学1年。かつて、小学生の頃遊んでいたあの公園は中学への通学路の傍らにあった。公園を過ぎてすぐのところに、自宅であるマンションが高くそびえる。その日もいつもと同じように授業を終え、我が家へと下校を済まそうというところ、公園の横を通り過ぎると、何やら公園を挟んだ反対側の道路に、同年齢っぽい少年が目につく。その少年は柵、公園、さらに柵を越えた難儀なところからこちらを見ている。とはいえ見覚えのない顔であるし、ただ見ているというだけのこと。気には止まったが、何かの偶然か、人違いかで見てるだけだろう。そして公園の横を抜け、マンションの入り口を眼前にしたところで、俺が通る道と、その怪しい彼が通る道は一本に統合された。同じ道に立ったところで、彼はますます深く俺の顔を見てきた。さすがにここまでなると俺も気味が悪くなり、相手の顔をちらっと見た。目が合う。彼はそのまま体の向きも視線に合わせ、そしてまっすぐに俺の元へと駆け寄り、開口一番。ねえ、4年前約束したさ。これ、マジ話。その日を前後して、彼を地元で見かけることは全くなかった。なのに、その一日に限って、彼はかつて約束を果たした場にまた現れたのである。だから推測ではあるのだが、きっと彼は小学3年の時期を境に、何らかの環境の変化があって、俺と共通であったその地元に来る機会はなくなっていた。だけど彼は約束を忘れることはなく、4年前に交わした約束を果たすためだけに、あの日、かつて約束を交わした公園の脇に立ち、淡々と、俺の帰りを待ち続けてたんじゃないかって。何か、怖いけど切ない話だな。ショートショートみたいな話っすねー。おもろ。再会した時には遊んだのか？すごい話だねー。それで466はどうしたの？一緒に遊んだの？一応、俺ん家に迎えて遊んだ。ただ遊び道具もなかったので、俺の持ってる漫画を彼が読んでるばかりで、会話もほとんどなく、夕方になったら、親が帰ってくるから、とこじつけて、帰ってもらった。彼が玄関を出て、扉が閉まりきった時は、数トンの重りから解き放たれたような安堵感を覚えたよ。実質的に遊んだ時間は2時間にも満たないと思う。でも正直さ、声をかけられて、0.5 秒の間を置いて、4年前の約束を思い出した瞬間から、絶えず背筋にブワーッと冷や汗を出し続けてるような状況だったもんで、もう楽しませようとかもてなそうってどころじゃなかったんだよな。すごく彼に失礼な言い方をしてしまえば、何かこう、見た目だけが同じ人間だけど、心とかは全く違う、得体の知れない生物と遊ばなくちゃいけないような感覚だった。で、もうそれっきり。二度と彼を見ていない。何だったんだろうと今でも思う。すげえ。名作だな。今度はいつ遊べる？